ちゃんと隠れていたのに。なんだこの幸福、怖っ。あなたたちがどこに隠れていようと興味ないわ。本を返してもらうわよ。アジトに隠れて封印までする暇があるのに、貸し出し手続きをする時間もなかったの。人の仕事に対する敬意がないわね。あの本のためか、モンドにもあの秘密を理解する人間がいたとは。貴様は誰だ？図書館の司書よ。まだ質問はある。ゲーム幕開けされてるから、これ覚えっとやよ。これが最後の警告よ。正体を隠すとは、ならば、なおさら、本は返せない。なんでだ？あの秘密に関わるものだからな。貴様、何をする気だ？この幻想力、まさか。リサの激励に触れたアビスの魔術師は強い電流の中で意識を失った。やばすぎ。怖い。人の話を聞かない方には少しばかり罰を与えてあげないとね。少しというレベルではないですわ。本当に面倒よね。さて、本を探しましょう。この近くにあるはずよ。はーい。聞いといた方が良さそうだね。危ないね。